おはようございます、ナイツの土屋です。おはようございます、ナイツの花輪です。今週はなんといってもね、日本代表ですよね。そうですね、やらかしましたね。やらかしてはないでしょう。松本のあのプレーはイエローカードでございますね。松本なんて選手いましたっけ。松本総務大臣、知らないんですかね。大臣かな、いやある意味日本代表かもしんないけど、前大臣がなんか政治と金の疑惑で辞任してね、後任を務めたばかりの国会で居眠り疑惑ということでね、永田町の歓喜と言われております。歓喜するなな、官僚の辞任ドミノが止まらないんですけど、大丈夫ですか、岸田ジャパンがね。もうやめとけってな、サッカーに例えるの。いやでも本当にサッカーのワールドカップが盛り上がっておりますけどね。そっちでしょ。東京やりましたね。強豪揃いのグループでね、なんか死の組なんて言われてますけどね、初戦で優勝候補のベルリンに勝利してね、この勢いで明日のサンホセにも勝ちたいな。全部首都で言うのやめろな。分かりづらいか、ドイツ、コスタリカね。まあでも逆転勝利はすごかったですよね。嬉しかったですね。僕はあの勝利をね、あのカタールの歓喜って呼んじゃってますからね。そこ首都のドーハにしろよな。ドーハの歓喜って言ってんだからみんな。前半でドイツに点を取られた時、正直ね、ほとんどの日本人が諦めたと思うんですよね。確かにね。浅野は諦めたと思うな。いや、選手は諦めてないだろうな。でしかもゴール決めた選手でしょ、浅野選手。三笘、南の堂安あたりも諦めたと思うな。諦めてないんだって、だからその3人の流れで同点ゴール決めたんだよ。そうですか。ドーハといえば、あの、ドーハの悲劇をね、思い出しますけど、あれから28年経って、ドーハの歓喜の歴史的勝利で、ある意味、あの時のリベンジを果たしたんじゃないかな。そうかもね。当時の日本代表もね、天国で喜んでると思います。誰も死んでないよな。ラモス、日本代表やったぞ。天国に語りかけるな。見てるか、森安。今監督やってるよ。見てますか、稽古師匠。関係ねえだろな。稽古師匠だけ天国にいるけど、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。いやー、この調子で勝ち進んでね、日本初の鈴木エイトを目指して頑張ってほしい。ベスト8だろ、てかなんで終わらないんだよ。あのアディショナルタイム中なんですけど、漫才に延長いらないんだよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、11月26日土曜日朝9時になりました。おはようございます、ナイツの土屋信之です。花信之です。おはようございます、 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905 AM954 の TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後12時45分まで3時間45分の生放送です。TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される福島県二本松市の伊藤精工発電所と、三重県四日市市の冷弁ソーラー三重四日市発電所で作られた電気でお届けしています。はい、今週もよろしくお願いします。ということで、はい、いやもうあと2勝ですよ。そうです ね、すごかったですね。あと2勝でね、高安が優勝、はい、そっちですか。そっち来ましたね、いよいよ高安さんもういよいよ来ました。来たでしょう。もう大丈夫。大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、うん、4度目の正直、今度ね、はい、今年だけで3度目だからね。そうだね。そうだよ。で毎回そのなんか花輪さんが本場所高安いいんだよねって言い始めたら、ちょっとなんか、あの負けちゃって、そうなんですよ、優勝逃してきたっていうのがあるんで、はいはい、でもやっぱりこれはもうその本当に応援してますからね、やっぱりそういう意味でね、やっぱり頑張ってもらいたいなと。もうそのなんか言わなかったけどダメだったから、もう言った方がいいなと思って、はい、高安ね、はい、本当だから何年か前までちょっと一時期調子落ちた時に、ちょっともう高安厳しいのかなみたいね、思ったんですよ、だけどやっぱり今場所とは今年の大活躍、ということで今日のテーマは高安さんごめんなさいみたいなテーマですけど、はい、いや違いますね、この丸々さんごめんなさいっていう、今日のメッセージテーマは違います。あ、日本代表とかね、その森保監督、森保の方ですか、高安さん。あ、森安ですね。そうですね。安つなぐ。安違いですね。高安森安じゃないです。うちの安じゃないです。優勝したらね。優勝したら高安さんごめんなさいしていいですけど。いやいや、本当すごいよ。今まで言ってた人はね。あと2勝だもん。今日輝きで最終日誰か分からない選手、今ね、単独トップに。単独トップなんだよ。その豊昇龍と王将、王鵬、王鵬、ここはもうだいぶ前からね、あの能町さんが、注目力士として挙げてた、各界のサラブレッド、朝青龍の甥っ子と大鵬の孫だからな、がほぼ同期で新人で入ってきて、今あれでしょ、もう優勝争いしてる、そこに高安が、高安がいて
って言って、あで、まあ、一応貴景勝と、うん、あと阿炎っていうね、このやっぱり実力者がね、こう面白い、めちゃくちゃ面白いじゃん、めちゃくちゃ面白いんですよ、だからなんで視聴率 40% いかないのかなってワールドカップはね行きましたけど、めっちゃなんでちょっと空席あるんだ九州国際センターあそうなんだ満員じゃないんだみたいなさ、いや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 、しいの、ただサッカーはもう本当に超面白いね、面白いですね、面白い ね, ねだからすごいけどね、なんか今もうモノマネ芸人たちがさ、うんうんうん、いるじゃない、うんうん、で さっきもなんかあのメール来てたんだけど、なんかあのモノマネジャパン、うん、よかったらまたラジオで紹介してくださいみたいな、うん、あそのサムライブルーの、うん、モノマネ偽りブルーみたいな、それね、なんか名前モノマネブルーなの、モノマネブルーなの、モノマネブルーなの、モノマネブルー、なんかもうちょっとなんか名前ないのかサッカーのモノマネやつらのモノマネブルー で,、はい、でそれはあの、まあまあ、アモーレ長友がなんか招集して集めたんだけど、すごいかわいそうなのが、そのモノマネをなんかモノマネ芸人になるけど、うん、例えばナイツの花輪のまま行く人とかいるじゃん、で改名する人とかいるじゃん、例えばアモーレ長友みたいにさ、はいはいはい、でそのなんかバーって先見たら、うん、代表になる人に寄せた名前を変えたやつが2人いて、ね、うん、それが伊藤不純やね、あいいね、不純だから不純やでいい、ね、かわいそうだったのが、うん、原口から元気ってやつが来て落選しちゃったからさ今回そっか絶対行くと思って原元気になっちゃった、原口から元気に変えたら原口選ばれなかったから、選ばれなかったらそのモノマネ芸人はもうないでしょ、うん、かわいそうだな、本家が選ばれなかったら、今逆に浅野さんとかすごいよでしょ、はい、見たらそうなんだよね、と今、うん、その何今週 RG さんがまずやってたけど、うんうんうん、今なんかちょっと番組やってたら、うん、大西ライオン似てるさんも似てるってなって、そうで、あのジャガーポーズやってたから、うん、ジャガーとライオンでみたいな感じでそっちがなんか今強いね、うん、ちょっとね、本当だね、あ朝の枠、だからなんか奇跡的になんか心配なしさって言ってくれたらいいのにね次の試合どうですかって、うん、全然知らずにね、知らずに言ったら面白いけど、ね、うん、全然奇跡的にそうね、ちょっとなんか足つってらっしゃいましたけど、これはだからもう吉本の敏腕大西ライオンの敏腕マネージャーが、うん、そこのなんだろう NHK とかのインタビュアーともう裏でつながって、うん、心配ですかって浅野さんになんかこう言うような質問もそれもあの仕込みでね、うん、仕込みで入れて言わせてっていう、いや心配ないさ言わないな、心配ないさ、ないな、その口調は絶対言わないもん普通のインタビューで、語尾がちょっとね変わってますからね、そうだよ、すごいよ本当にね、盛り上がってるから、まあ我々も独演会がね、うん、もう12公演中11公演終わって、ね、うん、はい、まあ小崎ですよ、それこそね、うん、ゲストに来ていただいて、今週の横浜公演にね、22日に、はい、来ていただきました、ゲストで、いかがでした、いやもう本当に、まあ、すごかったですよ、本当なかなか見れないものを見させていただいて、黒子とグレコの格好で出てきていただきましたね、はい、もう横浜にぎわい座で2人の芸を見れましたよ、嬉しかったな、もうなんか2人どうやってよね、うんうん、そうだからうちらが挨拶行って、うん、でそのね、うん、緊張して他の魔石の若手とかも一緒にさ、うん、挨拶行った時その楽屋の前でね、うん、ずっとこうなんかパーパーの星野とかにさ、うんうん、あのアイナプってそうおかしいよなあいつなとかつってなんかそのアイナプの話とか工場委員会の話とか、うんうん、ずっとその言ってる時もさ、なんか横で小坂井さんのモノマネとかしながらさ、言ってた、本当になんかラジオ聞いてるみたいだねつってみんなで裏でも裏でずっと喋ってんね、二人で、それなんかネタ合わせとかじゃないんだよね、うんうん、もうずっとこの前だとかさずっと喋っていたとかつってた、うん、本当にその中学生みたいに中学生の2人ではしゃいでるんだよね、で最後なんかエレベーターの中でもずっと喋って入っていったよ、仲良しですし、ね、仲良し、うん、面白かった な, いいな、あの辺りにできました、そうでその次の日が京太郎師匠、うん、はい、柳家京太郎師匠もどっかんどっかん受けてた ね,、はい、まあ、なんかちょっとなんだろうな、やっぱ京太郎師匠にとってはなんかすごいなんか場が荒れた企画の後の出番だったからなんかそこはこれ俺じゃなきゃダメだったのかみたいなとかみたいな、うん、あれやっぱさすが、ね、うん、でもベスト枠の前がどうしてもね、そうなんだよな、ちょっとやりづらかったと思うけど、もうでもやっぱりすぐ京太郎師匠のこのなんだろうね、
色になってね。そうですよね。私もちょっと配信の回見させていただいたんですけど、それこそやっぱりちょっと、ね、講座を準備するお時間とかあったじゃないですか。ちょっと間が空いちゃったりね。だけどぐっとまたすぐ観客を引き寄せてって、さすがですよね。すごいすごいすごい。面白かった。ガラッと雰囲気が変わった。ちょっといろいろね、もうあと1日で。明日で終わりです。ね、はい、いや面白かったですけどね。筋肉痛になってないですか、昨日の草野球で。昨日ね。なった。めちゃくちゃなってる。なってるでしょ。草野球あったんですよ、はい、昨日浅草マンキースの、うん、で結構揃ってね、U字工事とナイツ、うん、4人ともいて、浜川の神田さんとかも、うん、ね、うん、でお盆師匠と、そうそうそう、であとボキャブラ世代もみんな来てましたね、坂根さんとか伊勢さんとか田中さんとかね、金谷さんも来てました、はい、楽しかったな。でなんかお盆師匠のさ、なんかあの何の人たちなんだろうね、知り合い、知り合いの、なんでしょうね、うん、千葉県の旭市でしょ、そうですね、から来られてんだよね、朝6時ぐらいに多分、うん、調子の近くだから旭って、そっちのチームも来たってこと、このチームの旭市のとやったんだよね、多分それぞれ皆さん社長さんとかね、なんか役員さんとか、うん、そういう人たちの本当趣味の草野球チーム、ああいうのもお盆師匠全部知り合いでね、うん、つながってやってるからすごいよね、うん、でなんかね、うん、花さんすごいですねとかって、うん、なんか、うん、ギャラリーとかも来て、うんうん、結構こう盛り上がってね、向こうもなんか花さん写真撮ってくださいとか言ってて、うんうん、すごかったよ本当に。試合やってて、7回だって6回表ぐらいか、うん、7回制でね、7回制の試合で6回、うん、めちゃくちゃいい試合でね、いい試合でやってたんで、6回表ぐらいに俺ベンチ戻ったら、うん、そこでお盆師匠に言われて、うんうんうん、あの向こうの対戦相手、うん、土屋がいたこと気づいてなかった。6回まで取れたら、あのセカンドでやたら下手なやつがなんであそこにいるんだって思ってたらしい。だからもう新しいユニフォームに名前入れなきゃダメなんだよ、ね。だね、背番号だけだから。背番号だけだからね。だから分かんないよ。そうそう。分かるわけないじゃん、だって帽子かぶってメガネ取って。そうか、うん。ライトとセカンドのね、うん、ライト花輪さんと、はい、あのライトセカンドナイツライン、うん、一番守備が甘いです。危なかったよ本当に。なんでセカンドにあんな下手なやついるんだって思ったらしいんだけど。うんうん、全然気づかれてなかった、6回裏まで。でもまあいい勝負でさ、うん、なんかまあまあ弱かったよね、相手も。相手もね、勝ったからね。なかなかそうなんですか、もう気づかない。やっぱり高齢者だなと思った、うん、びっくりするぐらいなんか足遅かったし、ね、いいよね、でもああやってそんなにうまくないチーム同士でやるのが楽しいんだよ。そんなうまくないチームがいいなと思った、うん、ピッチャーの子はさ、みんな若い子だったよね。あ、そうそう、めちゃくちゃなんか打ちそうな感じだった、うん、そうだよね、うん、お二人打てたんですか。打ったんだよ、1本ずつ、1本ずつお互いヒット打ったんだよ。お、花輪さんなんかツーベース打ったの。でもあれはなんか完全に、なんだなんだ、そのど真ん中に投げてくれたんだよ。もらった。あ、そう、うん、なんかもう俺分かったもん、キャッチャーが、うん、もうなんかここで多分ギャラリーも花輪さんが釘読めようと打ったら楽しそうだから、なんかすごいなんか首をこうやってここいいからここ投げろみたいな、俺それがすごい嫌だったんです。絶対投球があったんですね、うん、やらせみたいな感じだから、そのまま打ったらヒット打っちゃったから、もう最初のだって球なんかもうすごかったもん、あの人全然打てなかった。ダメ投手やね、インコース投げるのね、途中でやっぱちょっと、うん、ね、手加減されて、手加減されて、でなんかこうエンジン組んでね、途中でね、なんかお盆師匠が花輪監督だからって言ってね、エンジンをエンジン組んで、青春じゃない。その時に花輪さんがまあその日本代表終わった後だったから、一喜一憂するな、一喜一憂するなよ、次のコスタリカ戦も行こうって、うわーってやったらさ、なんかお盆師匠が、あ、カメラ回しときゃよかったみたいな言うよね。おもろいわ、お盆師匠言うよね、そういうのね。でもその花さん、その後打ったツーベースを打って二塁のところで喜びすぎて、あの隠し玉でアウトになった。バイが一番一喜一憂してんじゃねえか、本当にもったいない。あの卑怯だよな、あいつ33番、打たせる球は投げといて隠し玉で一番卑怯な、卑怯だよ33番、卑怯なやつをやるっていうね、打たせたからいいだろう、引っかかりましたけどね。そうなんだ、楽しかった、楽しかったけどね。なんかその写真撮影相手チームとやる時もさ、はい、まあ、俺はふざけてさ、なんかこの人たちはテレビに出てる芸人さんと写真撮影したいから、うん、売れてない人たちは写らないでくださいみたいなボケを言ったらさ、あの若手とかはおい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 とかさ言ってたんだけど、ブーマーさんとか全然顔笑ってなかった。
坂根さんとかがなんか顔引きずっちゃってそれで俺たちって大丈夫花輪くんとか言っていやいやもうボケですから普段はお盆師匠中心に楽しくやってるからそうそう、うん、で久々に来た花輪さんがそういうこと言うからなんかあんまりなんか久々に来てなんかすごい言うからやりづらかったみたいな、なんか坂根さんとかがベンチの奥で黙っちゃって多分俺がいない時はみんなこの人たちが仕切ってやってたんだろうな。違うよ、もともと花輪監督でねやってた時はそういう空気でやってたんだけどね、うん、ちょっとしばらく行ってなかったから、うん、お盆師匠の色に変わってたから、お盆師匠色に変わったからいやでも漫才またやりたいですけどね。あ、やりたいよ漫才協会の草野球チーム、ね、いやもうそれこそ本当応援に来たです、ギャラリーを。あーすごいね、呼んでくださるなら清水さん来たらもうやばいと思うよ、うん、大変ですよ今。なんかでもいるんだけどね、なんか2人ぐらい女性の、あのマネージャーみたいな、なんなんお盆ガールズでしょ、お盆ガールズ、お盆師匠のなんか喜び組みたいな知らなかった、お盆ガールズって言って例えば悪いだろ、しのぶちゃんっていう女か、しのぶちゃんっつってなんか全部結局なんか誰か分かんないね、お盆師匠のファンなのか、しのぶちゃんが。ホンガールズはどういう働きをすればいいんですかね。ホンガールズはもう写真を撮ってます、ね、写真をね、うん、記録係ですか。みんなのなんかこう席を映像撮ってくれたりとかね、うん、してましたけどね。いいですね。私がオボンガールズやって、シュン君が実況っていう、うん、あ、シュン君実況できる、すごい草野球の実況、ね、TBS アナウンサーの実況入ったらすごいよね。めちゃくちゃいいじゃん、シュン君野球できないかね、サッカーだったサッカーだもんね。あの男いかもですけど、運動神経良さそうですからね。いいんじゃない、ね、やらしてみたら、勝手に決めてるけど結局野球の話になってるな。そうだ、ね、サッカーがすごい盛り上がる。そうですね、そうなんです。今日のメッセージテーマね、改めて〇〇さん、はい、ごめんなさい、ええ、まあ、その日本がドイツに勝って、うん、まあ、それまでねちょっとこう批判してた人たちが前半の時点でめちゃくちゃ言ってたから、まあ、言ってたよね、言ってたよ、まあ、こうなるよね、どうしてもね、サッカーってこうなるんだよね。そうそうそう、うん、でもまあこういうのもなんか一個なしだろうって思うけどね。寝ちゃった人とかもいたらしいから、ね、あ、そうなんだ、もったいない、今日ダメですね、あんなに空気変わるなんて。今なんかすごい話題になってる、うん、あの漫画アニメがあって、うん、ブルーロックっていう、うん、知ってる、もうマガジンかなんかでやってるやつで、うん、めちゃめちゃ面白いって言ったら、新しいやつで、うん、それがなんかその予想してたの、結構予想してたところもあって、逆のところもあるのよ、うん、その、うん、まあ、森保監督みたいな人が出てきて、うん、でその人はなんかこう無能な監督みたいな風な描き方をしているところもあったから、そのこの試合の後にもう森保さんに土下座しろとかっていう批判もあったりするんだけど、その一方でなんかやっぱその何、堂安選手がさ、その終わった後やっぱ俺が決めなきゃいけないと思ったとか、ああいう精神、なんかこう自分がもう決めるんだって、世界人も持っていくんだっていう、そういうフォワードをこう育成するっていう、そもそものブルーロックっていうこの合宿だから、まさになんかもうそれで鳥肌立ったっていう人もいる、逆に。ちょうど今なんかあれなんだ、そう、どっちの側にもなんかこう話題になってるやつがあるって、その昨日知ったから、ちょっとアニメ見始めたら6話ぐらいだったけど、一気見しちゃってめちゃくちゃ面白いな。それなんかこの前誰かも言ってた、めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い、今までのサッカーも全然違う。違うんだ、スカイラブハリケーンとかないのあのキャプテン翼もう面白かったけど、もう全く違う。え、ずっとゴールポストに小次郎がこうやってあれオフサイドじゃないのみたいな、ないのそれ、ないの。あ、そうなんだ。でもあの双子は出てくる、双子橘兄弟出てくるんだ、双子は出てくる、双子あ、そう、いやめちゃくちゃ面白かった。ブルーロック、ブルーロック、何話ぐらいあるんですか。今ねアニメで俺見たから、昨日、うん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 、7話か6話かそれぐらい、じゃあ一気に見られますね、うん、でもそのなんか森保監督批判とか、うん、なんかそういうところはまだ出てなかったから、うんうんうん、多分こっから漫画の方で出てるのかもしれないけど、そうなんかもう別に今のところ問題はないんじゃないかなっていう感じだったけどね。なんかそのドラマを俺すごい見てるじゃん、うん、大体そのドラマをバーって話してる時に、うん、あの喋らないやつっているので、もう一本も見てないやつ、うんうんうん、それは三森君っているじゃん、スタンダップコーヒーの、あいつがさ、この前車で一緒に送ってったでしょ、ずっと俺ドラマ話してたけど、ね、もう一本も見てないから黙っててあ、やばいなと思って、なんか何か見てるもんないよ、そら僕アニメはめちゃくちゃ見てます。何見てんのって、ブルーロックっていうアニメが超面白いですって言ってたばかりだったから、あ、だからそうなんだって言ってたんだよ。めちゃくちゃ面白いらしいね。あ、続きが気になるね。
まあ、でも6話だったら見れるじゃんすぐね。そうだね、大変に見れるでしょ、ああいうネットフリックスとか、そうサブスクに上がってるし、うん、30分ぐらいでしょ1話。そうですね、うわ見ようブルーロック、うん、見た方がじゃあサッカーも面白いか、またそう、もうだからもう何、うん、エゴイストを育てるみたいな。なるほど、もうその300人とりあえずもう全国の若いフォワードを集めて、そこでもう監禁したい、もう合宿をしていくわけよ。その中で生き残るためにもう相手を蹴落として、どんな手段を使ってでも俺が1位になるんだっていうやつを集めて、そいつを代表にしていこうっていう、その日本サッカーの計画みたいな話なんだよね。サッカーだけじゃなくてちょっと心理戦とかもあるってことですか。心理戦もある。だからそう蹴落とすためになんか裏切るやつとか汚い手を使うやつとか、もういろいろみんな考えるわけよ、そのルールの中でね。なるほどね、あだからちょっとサッカーの試合だけじゃないんだね。もあるし、ちょっとイカゲーム要素もあるし、イカゲームとかカイジとかの要素もあるんだ。そう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 、あめちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白そうじゃん。ブルーロック、ブルーロックブルーロックチェックですねこれは。ねそのサムライブルーのブルーなんでしょ、要するに多分。まあそうだね、うん、でもなんかそういうなんだろうな、冷静さという冷酷さみたいなのブルーもあるところもあるのかもしれない。お酒みたいなことする、ブルーのお酒みたいな。そのロックの要素はないです。あその要素はない。一応もうみんな未成年なんで、多分その高校生とかなんで、はい、飲酒ダメですね。要素はないと思いますけどもね。すごいんじゃない。でもでも賛否両論あるという。なるほどね、だったりするのかも。うん、まあ今日はねテーマ〇〇さんごめんなさい、皆さんの周りのね、お話ちょっと伺いたいと思います。はい、メッセージの宛先、電話の方は 0335821111、 0335821111、 ファックスの方は 0355620954、 0355620954、 メールの方はchaki@tbs.co.jp、 chaki@tbs.co.jp です。お名前、電話番号、住所などを添えて送ってください。メールを紹介した方には番組のステッカーをプレゼントいたします。まるまるさんごめんなさいというテーマです。お待ちしてます、はい、さあではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9時25分頃からは今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんは松尾隆さんです。そして10時30分頃からはナイツのお二人と直接電話で話をするチャキチャキテレフォン、聞いて聞いてです。ドイツ戦の後たまたま渋谷のスクランブル交差点にいました、ですとか、ドイツ戦の裏でめちゃくちゃ面白いテレビ番組をやっていましたよ、など、ナイツに話したいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールで送ってください、アドレスはchaki@tbs.co.jp です。電話に出てくださった方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントいたします。白山にかけてきてもらってもいいですけどね、うん、昨日俺夜9時、9時10分ぐらいにさ、車でさ、ちょうど乗ってさ、エンジンかけて、TBS ラジオに なってるから、はい、まあ、そしたらさ、もう笑っちゃうぐらいでっかい声で、ちょうど、まさひろって言ったんだよ、あいつはっていうとこから、ドキッて、何これ、何のラジオこれと思って。でその後に、いや花輪さんだってひどいんだよ、これ俺たちの話してんだ、これ誰のラジオだろうって言ったら、白山だった。高島兄弟ね、笑っちゃったもん。あんなでかい声で言ってんだと思って、そんなテンションになってた。引いちゃったもん俺車の中で。やっぱそういう感じになってた。めちゃくちゃ面白かった。マサイロって言ったんだよあいつは。あーもうめんどくさい。また喧嘩になっちゃった。めちゃくちゃでかい声出してたから、びっくりしたんだから夜一人で。みんなねじゃね。びっくってして。電話してきてほしいねちょっとね、直接。ね、絶対正信って言ったって。っていうことでしょ。共演した直後。両者は聞かないなこれ。また俺がさーみたいな話に持ち込んできたねこれ。もう熱が違ったよ。違いました。もう勝てないよあんなにテンション高かったらもう勝てない。勝てないよ。計算準備運動しといて。あの話術とあの熱には勝てないよやっぱり。あと笑い屋がもういる時代勝てないよもうあんな笑われたら。実はすごいよ本当にね、ということでチャキチャキテレフォンねお待ちしております。はい、お待ちしております。11時からはゲストコーナー東京よもやま話、今日は千葉ロッテマリーンズの安田尚憲選手と山口浩輝選手が登場、若手の期待のね、すごいんだよこの2人は。ですよ、右と左のね、そうです、もう大砲ですよロッテの。ねえ
もたくさんメールくださってるみたいです。今日はうちのね、マセキ芸能社の大のロッテファンのマネージャーもなんか来るか、うん、来るとかって。そうですか、変ですよ、はい、ね、うん、お二人来てくれます、うん、その後11時30分頃からワコムプレゼンツ爆笑初めて演芸場、毎月一組の芸人が登場してエピソードトークを披露してもらいます。11月は年内いっぱいでのコンビ解散を発表しているお笑いコンビ、うん、オジン・オズボーンが担当、今週がラストです。そして12時15分頃からは G1 シーズン恒例、ナイツのチャキチャキ競馬講座、今日取り上げるのは明日開催のジャパンカップです、はい、今回はですね、土屋さんの予想の他にリスナーから寄せられる世相馬券予想、この中から花輪さんが一つ選んで、毎週ヤホー馬券というのを決定します。ヤホー馬券に選ばれた方には札幌生ビール黒ラベル JRA 有馬記念館をプレゼントします、うん、なんかワールドカップとかね、うん、なんかそういうやつかな。そうそう、そういう、こう時事ネタに絡めた、うん、馬券の買い方とかを世相馬券っていうんでね、うん、ぜひちょっとこうなんか、うん、いいやつがいいな、アイデアあったら、うん、メールで送っていただければそれを採用して花輪さんの予想にするということですね、うんうん、ミュラーの、ね、背番号とかね、ミュラーの背番号とかそっちなんだ、相手チームのノイヤーとか、うん、ノイヤーとかねノイヤーは一番だね、うん、一番とかそういうね、うん、さあ理由もね書いていただければと思います、はい、さあ番組ツイッターをフォローしてハッシュタグヤホー馬券をつけて皆さんの世相馬券予想をお待ちしています。番組の競馬講座ツイートもぜひリツイートしていただけたらと思います。はい、はい、12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利です。今日のお題はですね、赤信号の待ち時間の有効な使い方を教えてというお題です、はい、さらに番組ではインスタグラムですとかツイッターなどもやっておりますので、よろしければご覧ください、うん、そしてぜひフォローをお願いします、お願いします。そして毎月最終週の10時からは TBS ラジオの名物コーナー、ドクマムシ三太夫のミュージックプレゼントです。さあマムシさん、今週はどこにいるんでしょうか、呼んでみましょう。マムシさん、焚き火だ焚き火だ嬉しいな、あ、焚き火当たろうよ当たろうよ、うん、いやいやいや、俺昨日ね、はい、本物とか駒沢公園落ち葉を見に行ったんだよね。あ、そうですか、ただまだね、うん、真っ黄色になってないんだよ、へ、うん、今目の前はね、おー、うん、焼きそば屋の香りで、あ、ちょっと黄色くなってるけどね、木がね、うんうん、東京のあるところにいるんだけどね、うん、今日はちょっと外行くからね、あ、うん、外で、うん、でもね、うん、落ち葉は秋風は、うん、ね、落ち葉は秋風を恨まないって、ね、言葉もあるんだよ、うん、要するに、はい、落ち葉は落とされても秋風に吹かれてしょうがないんだっていうね、うん、人生のこれは無常を歌ったんだろうね、なるほど、落ち葉は秋風を恨まない、うん、何事も自然の輪廻だから、自然のね、はい、なせる技だから恨んじゃいけないよってことなんだろうね、だから物事ね、うん、風に左右通ってのんびり行くのもいいもんだよ、うん、あ、紅葉のシーズンだな、いい言葉ですね。マムシさん、サッカー見たんですか。サッカーはサッカー、はい、サッカー見たよ。ベッカム良かったな。ベッカムベッカムというベッカムのやつ、なんか客席にはいましたけどね、ベッカム俺、うん、俺ハットトリックってのをね、はい、見に行った時、東芝かなんかの選手がやったの見たことあるよ、ハットトリック、昔は角笛吹いてね、はい、わあうるさかったよ、チャルメラ吹いて、客席の応援が、あれよ、なんかでもね、サッカー全然気持ちがないからね、うん、見てないんだよ。見てないんですか。わかりました。やりましたけどね。そうか、サッカーより野球がいいんで、野球、大谷が出てればいいんだけどな、サッカーに。大谷出てないんですよね。出てないし。もう今シーズン、さすがに二刀流すぎありますからね。というわけでね、はい、よろしくお願いします。今日はあったかいな。あったかい。よかったよかった。十時の中継。はい、つけるわ。はい、よろしくお願いします。山田さん、WBC、ありがとうございました。何ですか。WBC、WBC になったね。ね、野球だからということで、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分時刻は9時30分です。ここでネクスコ東日本がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お伝えします。この時間、高速道路の渋滞は東名だけです。下りは大和トンネルの先で13キロ、横浜青葉から45分、大井松田の先の松田バス停では7キロ、中井パーキングエリアから25分です。首都高速道路は中央環状線の内回り、西新宿ジャンクションでは4キロを20分、
一般道は千葉の国道16号が柏の豊二を先頭に与八塚に向けて2キロ半。都内は環八通りの内回りが環八ひとみ街道で断続4キロ、千歳台から30分です。警視庁から以上です。はい。ありがとうございました。島純さんでした。はい、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分ごろお伝えします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。圏央道上総インターチェンジと阿弥東インターチェンジの区間では工事のため11月28日月曜日までの夜8時から翌朝5時にかけて内回り外回りともに通行止めとなります。なお土日祝日は実施しません。繰り返しお知らせします。圏央道上総インターチェンジと阿弥東インターチェンジの区間では工事のため11月28日月曜日までの夜8時から翌朝5時にかけて内回り外回りともに通行止めとなります。なお土日祝日は実施しません。天候により通行止めが中止となる場合がありますので最新の情報は道路交通情報サイトドラトラやネクスコ東日本関東の公式ツイッターでご確認ください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いします。ネクスコ東日本からのお知らせでした。 TBS ラジオ交通情報。この番組はネクスコ東日本、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さん松尾隆さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。3ヶ月ぶりです。そうです、ね、3ヶ月ぶり、まあ優秀な方ですね。優秀な方です。いつも通りです。いつも通りです、ね、9ヶ月ぶりとかね全然ありますからね。ありますからね。常連じゃないでしょう完全にね。なんか舞台とかあったんですか最近。あ、最近先月まで舞台裸じゃない、いや裸足で散歩っていうのが出てます。裸で散歩犯罪でしょそれは。裸足で散歩、裸足で散歩出てます。変なおじさんの役で。変なおじさんの役で、今ちょうど映画撮り終わってちょっと落ち着いたところです。映画も、はい、来年公開でまだ全然情報公開されてないけど、アクションシーンがありましてね。アクションって言ったって僕が女性に突き飛ばされるだけなんですけどね。そう、裸で散歩じゃないですか。映画のコート間違えちゃった。いやいや、そんなコート着て下全裸ってそんな話じゃないですからね。そんな話じゃない。そんな話じゃないですから。なんか最近昔のそういうなんか映像とかネットとかでいろいろ見てたけど、はい、なんか淡谷のり子さんと和田アキ子さんがトークしてるやつがあって、はい、あれ松尾さんなんか司会かなんか。あっこにお任せですね。私初代の司会者なんですよ。アッコにお任せの初代の司会者。僕なんかその記憶があんまりもう忘れてて、まあ、なんか面白いなこの二人の対談と思って見てたら松尾さんがそこいらっしゃって。すごい組み合わせですね。すごい組み合わせですよね。昔ああいうなんかトークのコーナーとかあったんですね。ありました。がっつりゲストを呼んで。そうですね、うん、もう今覚えてるのは伊丹十三さんとか西田敏行さんとかね、来てでがっつり本当にしっかりお話をするみたいな。全然違いますよ今のアッコにお任せのなんか内容。ね、今はね本当にその情報番組っぽくなってますけどね。なんかで後ろになんかもう女の子とか観覧のがものすごい近くにいて、あ、いました。エスコンフィールドぐらいの距離の、なんだろう、もう真後ろにバーって人がいて、でそこでトークして、でその女の子であんたもなんか聞きなさいよとか、淡谷さんにみたいなとか感じだったんだ。もうこんな感じだったんだ。本当にね、なんか打ち合わせもそれほどちゃんとしてないというか、前日に僕だけ呼ばれて、アッコさん抜きで打ち合わせをして、でアッコさんはこれどういう反応するだろうなっていうようなことを前日に予想するけど毎回当たらないですね。そういうシミュレーションしてたんですか。シミュレーションしてました。なんで本に呼ばないんですよ。本に呼ばないんですよ。いや今他の仕事が忙しいから暇な僕だけ行ってるってことですけどね。30年以上番組ですか。35年ぐらい前ですかね。でも35年以上は続いてますね。37年前。私25歳だったと思うんで、うん、いやだからそれはもうね、長寿番組ですか。小学生ぐらいの時ですからね。さあでは松尾さんと一緒に1週間の主な出来事を振り返ってまいります。まずは日曜日です。
政治資金収支報告書の不適切な記載など政治と金の問題が相次いで発覚し、辞任を求める声が高まっていた寺田総務大臣を岸田総理が事実上更迭しました。閣僚の辞任はこの1ヶ月で3人目となります。そして岸田総理をめぐっても2021年の衆議院議員選挙で提出した収支報告書に正し書きのない空白の領収書が98枚あったことが判明釈明に追われる事態となっています。火曜日です。関西電力の社員の男が20代の女子大学生から依頼を受け、インターネット上で行われる適性診断テストを替え玉受験したとして警視庁に逮捕されました。適性診断テストは文章の読解力や計算能力などを測るもので、男は今年7月までに300人ほどから依頼を受け400万円以上を稼いでいたとみられます。大学の友人に誘われ小遣い目的で始め、感謝されやりがいを感じていたと供述しているということです。水曜日です。ポーランドのドゥダ大統領がフランスのマクロン大統領になりすました男から電話を受け、偽物と気づかずに数分間通話を続けていたことが分かりました。ポーランド大統領府によりますと、ツイッターにポーランド東部でミサイルによる爆発が起きた15日に電話があり、ドゥダ氏は話しぶりからペテンかもしれないと気づき電話を切ったと釈明しています。ロイター通信はいたずら電話は2人のロシア人コメディアンの仕業だと報じています。松尾さんのアラーム。私ですか。びっくりしました。いや全員俺じゃなくてよかったって。いやごめんなさい。どうでもございません。薬を飲む時間です。焦った。失礼しました。どうでもございません。ロシア人コメディアンの仕業じゃないですか。これいやそうかもしれません。アラームも鳴らせんの。なりすましアラーム。よかった今。いやサッカーのホイールホイールが鳴ったのかと思って。同じく水曜日です。サッカーの FIFA ワールドカップカタール大会で日本代表がドイツに2対1で逆転勝利を収めました。はい、木曜日、東北新幹線大宮駅近くで線路点検を行っていた男性が火曜日から行方不明になっていましたが、この日無事見つかったと JR 東日本が発表しました。 JR 東日本などによりますと、作業員の家族から作業員が無事に見つかったと連絡があったということです。作業員に怪我や体調不良はないということですが、行方不明になった理由については本人と直接話ができておらず確認中としています。作業員を探すため東北新幹線は22日の始発から速度を落として運転し、最大70分の遅れが発生していました。同じく木曜日です。就任したばかりの松本総務大臣に国会での居眠り疑惑が浮上。この日の国会で野党から追及を受けました。松本大臣は、私自身あまり目が大きい方ではないせいと、あと少し物を話したりする前に考えるときに目を細める癖があるようでもありましてと述べ、寝ていたのではなく目が細いのだと反論。しかし野党が反発すると一転謝罪に転じています。松本大臣については政治と金をめぐる問題も指摘されています。以上1週間のニュースまとめてお伝えしました。大臣大丈夫かいです、はい、さあ松尾さん誰からいきましょうか。そうですね、政治資金収支報告書の不適切な記載で、この寺田総務大臣が、はいはい、事実上更迭って、このずっと事実上更迭って多いですよね。そうですね、最近確かによくあるフレーズですね。なぜ更迭じゃなくて事実上ということは辞表を出させるからでしょ。でこれってつまり印象操作じゃないですか、うんはい、責任取って辞めさせるんだからクビにすればいい、罷免すればいいわけじゃないですか。だけどそれをなぜしないのかっていうのって、これまあ印象をちょっとでもワンクッション置いとこうっていうことでしょ。そうそう、ね、で自分から辞めたんでっていうことにするって、これって国葬のことを国葬儀ってわざわざ言ってなんか印象操作してたこととなんか通じてて、すごく国民が見くびられてるような気がするんですよね。でこの山際大臣が統一教会との関係のことでどうこうって、まあ、本当にいろいろあって、でめちゃくちゃ下手くそな言い訳がずっと続いて、結局更迭しないで続投させるつもりが辞めさせられるというか、まあ、そこに追い込まれちゃうわけですよね。で葉梨さんもそうでしたよね、続投させるつもりで追い込まれて、で後手後手で辞めさせることになり、で寺田総務大臣もそういうことになったわけですよね。
であのその後の松本孔明さんも、まあ、居眠りだあるいは政治資金の問題でいろいろ問題視されていてもうこの人ももうあまり先が長くないんじゃないかと大臣としてはね、はい、でもう一つ秋葉さんですよね、はい、あの復興大臣ですから、はい、あの人もやっぱ選挙違反だったんじゃないかとかっていうことが今言われてで苦し紛れの言い訳の質がものすごく全員なるほどどの人とっても言い訳がここまで低レベルかって目が細いなんていうことを言い訳にして結局すぐ謝っちゃうわけでしょ、はい、これをねつまりこの言い訳のレベルが低いっていうのは彼らのレベルが低いだけじゃなくて国民もレベルが低いからこれぐらいの言い訳で許してもらえるだろうと思ってる、なるほど、国民が舐められてる見くびられてるっていうことの表れがこの現象じゃないかなっていう気がします。まあそうですね、なんか冗談にしてもひどいですし、ね、ひどい冗談でしょこれ、目が細いってとここ最近ね、うん、見立て続けですけど、うん、岸田首相だってね、はい、もう98枚今後この世のないことにしますって言って、うん、これね1枚や2枚とかっていうことじゃなくて、うん、わざとっていうことがこの数字でわかるじゃないですか、うん、だから人を任命している場合じゃないですよ、うん、そんな資格がない人が今総理大臣、日本の最高権力者だってことですよね。その期間ってなかったんですかね、もっと身辺調査してね、ものすごくこう、うん、何もないのかっていう ね、また後になった人またそれですぐ辞めちゃうんだったらね、うん、いやでもねもう例えば自民党にはもうほとんどその、まあ、つまり力を与えられている人の中から大臣として選ばれてくるわけじゃないですか、うんうんうん、ということは力を与えられている人の中にもう、はい、例えば統一教会とか政治資金の問題とか、うん、そういうことですね、傷持ってる人しかもういないんじゃないんですかっていう人材難がここに露呈してんじゃないかって気がしますよね、うん、なんか順番でこうなんか やってる感じもやめてほしいですけどね、まあ、そうですね、力のある若い人とかをどんどん使ってほしいですね、うん、派閥から押し付けられたとかね、そういう人を任命する、まあ、寺田さんの場合は岸田派ですから、うん、押し付けられたわけじゃないんで余計に責任を持たいかもしれないですけどね、うん、サッカーはご覧になって、サッカー見ました、あ見ましたね、珍しく見ました、ベッカーも良かったですね、あダメだマムイツさんと一緒だ、ダメだよ一緒のレベルだいやいやでもね本当になんかすごく見てて気持ちが良くてね、うんうんはい、最初の間はもうやきもきした、うん、まあこれなんか、うんうん、パターンなのかこれみたいな感じで、ねうんうんうん、押されて、うんうん、もちろん体格でもその技術でも、うんうん、あこのままちょっとずっと押されたまま行くのかなと思ったら、うんうん、後半にあの森保さんの采配で、うんうん、投入した人たちがそれぞれ、うんうん、ねそのすごかった これは素晴らしい、うん、というかね、うん、あの客にとって、はい、観客にとっても、うん、ファンにとっても素晴らしい感動的なものを与えていただき、で選手にとっても素晴らしい出来栄えで、うんうん、おまけに監督にとっても、はい、面目躍如というかね、うんうんうん、あの采配がことごとく当たってるっていうのが ね、これは本当にどの方向から見ても三方一両得っていうかね、うん、気持ちのいい試合でしたよね。岸田ジャパンの采配がもう振るわないです、ね、いや今采配する前の段階ですからね采配の前の まず言い訳からってますからね逆転できるぐらいの点差じゃないですよ大丈夫かな、国民の皆さんごめんなさいですいやそうですね、うんはいはい、ということで、この後も松尾さんには、お付き合いいただきます。時刻は9時49分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。お伝えします。皇居乾通りの一般公開が今日から行われています。およそ750メートルの並木道にもみじやカエデなどが色づいていて見頃です。新型コロナの影響で3年ぶりの開催です。来月4日までの9日間、午前9時から午後3時まで入場は無料です。サッカーのワールドカップ、開催国カタールの1次リーグ敗退がわずか2試合で早くも決まりました。第2戦、25日の第2戦のセネガル戦、1対3で敗れて、2010年の南アフリカに続いて2回目の開催国1次リーグ敗退です。市民からは中東初の開催で選手には相当のプレッシャーがあったはずだという声も多く聞かれました。
それから大相撲の大関正代が昨日の九州場所13日目に玉鷲に負けて角番での負け越しが決まり、来場所の関脇転落が決まりました。御嶽海に続いて2場所連続の大関陥落です。正代は31歳、おととし新大関に昇進しましたが、在位13場所で1場所すべて出場しての負け越しが5回を数えました。なお来年1月の初場所は125年ぶりの一横綱一大関となります。アメリカの各地で25日、年末商戦の幕開けを告げるブラックフライデーが始まりました。感謝祭プレゼントの売れ残り一掃を目指す感謝祭翌日の店頭セールを盛り上げようと、多くの店が開店時間を早めて、ニューヨークマンハッタンにある老舗百貨店メイシーズには午前6時のオープン前から数百人が行列、開店すると6割引きのバッグなど目玉商品を求めて続々と店内にお客さんが入ってきました。記録的な物価高を背景に、消費者は例年よりお得な商品を求める傾向が高まっている。その一方で小売店は財布の紐を緩めようと値下げをアピールしています。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。時刻は9時55分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあこの時間、常連さんの松尾隆さんと一緒にお送りしております。してます。今日はあのメッセージテーマ、まるまるさんごめんなさいということですけども、まず謝る人いますか。最近撮ってた映画の監督さんやスタッフの皆さんに謝らなければごめんなさいなんですけど、膝を気をつけてねって僕突き飛ばされて、でテーブルの下に頭突っ込むっていう場面があったんですけど、そこで膝気をつけてって縦の人にずっと言われてて、膝だけ気をつけて顔から突っ込んじゃって怪我しちゃってご迷惑かけました。もうじゃあちょっとしばらくちょっともう顔に傷ついちゃったみたいな。そうです。でも今時に、ね、傷パワーパッドみたいなの貼るとね、上からドラ塗れるんで、だから分かんない、続行できたんですけどね。続行は、顔を気をつけた上で膝を気をつけなきゃいけない。そうなんですよ、ね、っていう話ですから、ね、どういうアクションシーンですかそれ。膝すごいですね。いや、ある女性シンガーの方にドーンと疲れて背中をで、テーブルの下にガシャーンって入る場面で、膝を気をつけてくださいね、サポーター巻きますかって言われて、いや大丈夫です大丈夫です、でマット敷いてくれてるから大丈夫ですって顔から突っ込んで、うわ、勢いつけすぎ、顔はサポーターつけれない、つけられないですからね。気をつけないと。女性シンガーって和田アッコさんじゃないですか。いやいや違います。あの背丈は同じぐらいの方。背丈は同じぐらいもう誰だかいます、あの背丈の。いやいや、でもね、和田さんって172センチぐらいなんですよね。あ、花さんと変わらないぐらいか。僕と全く同じぐらい、だから、あのただまあヒール履いてらっしゃったりとかね、印象がね、もっと大きく、そうですね、いろんな意味で大きく感じる。秋もあるし、そうですね、オーラもすごいから、あの、指も太いし、ね、指もそんなところまで。普段運動とかされるんですか。あ、草野球やったりとか。いやいや、あの早歩きぐらいですね。早歩き、ウォーキング。走らないですよ僕、あの急いでないのになぜ走るっていう人間なんで、意味がないだろう。そうです、あの、はい、地球上の動物の中で、はい、自分から進んで長時間走るのって人間だけですからね。あ、確かにそうか、うん、ピューマだって何だってね、あのチーターだってね、獲物を取るためにパッあるいはウサギだって、はい、獲物にならないようにピャッて逃げるだけで、そうですね、長時間走らないですからね。トレーニング、全部そうです、ね、馬と人間がマラソンやったら人間が勝つんですから。長距離だと、うん、馬もバテる、バテるんですよ。あ、そうか、人間脳がおかしくなっちゃってるんですよ。はあ、なるほどな、なるほどね、納得させられたけど。スケールの大きな話です。俺たち走ってないから別に。あ、そう、松尾さん、うん、お知らせはありますか。あのね、はい、次回やります。あ、そうですか。まだ情報リリースが消えない、不確かなもんで。不確かなものが何個かあるからね。あ、そうですね、今回はちょっとないということで、はい、おいおい、多分年内最後かもしれない。そうですね、良いお年を、良いお年を。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそ、はい、さあということで、10時の中継はマムシさん登場です。ナイツのチャキチャキ大放送、ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、10時になりました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花信之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。10時台最初のコーナーは徳マムシさん太夫のミュージックプレゼント。この時間は毎日新聞社、田島屋、NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りします。ノンです。目立つ場所にいる人のことは伝わりやすい。
でも誰もが日の当たるところにいるとは限らない。知ってほしい現実も届きにくくなる。だから気づいた人が周りの人に伝えていく。伝えるってつなぐことだと思う。社会をつなぐ言葉で紡ぐ毎日新聞。田島屋は菓子食品日用品の現金問屋。必要なものが安くすぐに揃います。田島屋。徳間虫三太夫のミュージックプレゼント。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。毎月最終週のこの時間は TBS ラジオの名物コーナー、ドクマムシ三太夫のミュージックプレゼントです。さあ今月はどこにいるんでしょうか、はい、読んでみましょう。マムシさん。いや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 、俺懐かしいよ。はい、懐かしい。もうね、うん、もう40年ぐらい前にね、はい、このビルができるのを見てたんだよ。ドクマムシラジオ東京でね、はい、この三角のビルだ、はい、ちょうどちくわを建てたようなビルだよ。わかるだろ。西新宿だよ。西新宿の。西新宿、わかります、わかります。わかるだろ。わかります。今日はちょっと雨がね、そぼ降ってるけどね、昔はここは浄水場でね、その前はね、東京生命のね、野球のグラウンドがあって、よく野球やったんだ。A さんとも一緒にやったな。西新宿に野球のグラウンドがあったんだ。それでそれがね、浄水場がなくなって、これで日ね、ほんで、全日空ビルとかなんか、ほら、日光ビルとかなんかいろいろできたじゃない。はいはい、ね、京王ビルだ、うん。ね、それからどん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 、で、都庁ができて、うん、ね、で、この三角、ね、住友ビルができてね、ほんと、まあ、この住友ビル、俺ができるところ、うん、あの、土曜ワイドで放送して、うんうんうん、それでまたここの上にあったね、あの、ゲーバーのね、ショーパブへよく来、ギャルソンパブというね。そうあったんだ。それももう戦いでね、ちょっとなくなっちゃったんだけど、うん、それで、あと、ここは33階にね、はい、平和記念展示資料館、平和記念だよ、ね、念ずるね、はいはいはい、うん、記念展示資料館っていうのが、2000年からできて知らなかったよ。あ、そこの33階に。総務省の管轄なんだ。うん、これは引き上げ、ね、戦争、第二次世界大戦、うん、ね、引き上げてきた方とか、うん、ソビエトの当時、ソ連に抑留されてた人の展示場なんだ。うん、こんなとこじゃ、俺の兄貴はね、うん、これからあれだ、ラーゲリより愛を込めての世界なんていう映画も、はい、TBS であるんだね。映画のね、コラボイベントだ。はい。ね、三船敏郎、サブリシン、田中絹代、出てないよな。今現在は二宮とかなんとか出てるんだね。二宮和也さん、そこの無料なんだよ、33階は。あ、マイちゃん来たことある？あ、ごめんなさい、ラーゲリより愛の愛を込めての出演者の方の名前を今つぶやいておりました。ごめんなさい、空耳させて。そう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 、今の二宮さんとか、ね、来てあげてよ、ナイツも、うん、そう、私もですね、伺ったことないです、ね、戦争は終わったけどね、うん、戦争のことをこうやってか、俺も空襲に遭ってるけどね、はい、兄貴二人が抑留生活から帰ってきたけど、うん、そのことは体験してないからね、うん、そういう点でこれ見るのがね、はぁ、今受付、あ、抑留、お邪魔します、ご苦労さん、ね、はい、33階です。はぁ、平和記念展示資料館、へぇ、あ、これが2000年からできてたんだ。はあ、ウルトラマンフェスティバル、ウルトラマンフェスティバルというか、そのウルトラマン、俺も何回もやってるけど、あれと全然雰囲気が違います。あ、そうか。はあ、線路伝いに4キロ荷物を背負って上に子供を乗せ、両手に子供を引いて歩いた、うん、子供たちはただをコントロールもせず、よく頑張ってここまでついてきてくれた、うん、あのね、満州というかね、はい、そちらへね、あの、送りをされたり ね、8月9日にソビエトが参戦したんでね、はい、それで日本が
8月15日に負けて、それで抑留して、命からがら日本へ帰って、加藤登紀さんもそう、ね、それから中西玲さんもそう、ね、いろんな森重さんもね、向こうの NHK の満州のね、細い顔を書いて、あ、引き上げの人だ、兄貴に聞いてるわ、これは、このパネルがあって、ああ、3つのロークとは、海外からの引き上げ者、戦後強制抑留されたんだ、から兵士の話、ああ、そういう、ああ、けれー、はあ、ニューウェイ、石橋竹蔵君か、金立町、あ、はあ、そういう人の人形があるよ。あ、ブーン長久だ。俺たちはこういう人を送った時に、ああ、兄貴、兄貴帰ってこいよって大きな声でなかなか言えなかったね。行ってこい、兄貴頑張れって言ってね。兄貴、出征兵士の人形から、兵士と家族の思い、日照記にいろいろと寄せ書きがしてあって、これ、戦死した方の形見かなんかで日本に戻ってきたのかな。ね。よくおふくろがね、江原中信の駅で、千人針をよく縫ってた。縫ってもらってね、それを戦地に送ったんだろうな。そういう人たちの、これは水兵さんだな。厳しい軍隊生活、そういう写真パネル、それから兵隊の鉄兜と軍歌、こんなものだってね、ちゃんとしたのがね、履いてる人は最後はいなかったんだろうね。はい、ここで戦後強制抑留、戦後に強制抑留された方がいらっしゃるというわけで、どうも、いや、土屋ひろこちゃん。土屋ひろこちゃん。ひろこちゃん。ね、満州から引き上げてきたの？そうなんですよ。昭和何年に帰れた？あのね、帰ったのは21年、昭和21年ですが。うん、1年経ってからだね、終戦ね。はい、終戦というか敗戦だよね。はい、はい。そうですね、1年間は大変でしたよ。お父さんが、満州行ってたの？父はね、私が3歳の時に、ひろこちゃん今いくつになるの？今もう90前。誕生日いつ？1月ですからね。じゃあ来年の1月で90歳。90ですよ。あら、元気で。一応車椅子なんだね。足が歩けるんですけどね。なんとか。あ、そうか。ここはね、このビル、住友ビル、加藤さんね。はい、加藤さん。このね、広報担当。あのね、地下鉄から歩いて、雨に濡れないで来られる。だから、車椅子でも大丈夫な三角ビルね。33階ね。無料だしね。今もお客さん何人か来てるよね。はい。あ、そう。大変だ。で、お父さんの仕事の関係で満州行ったの？そうです、そうです。それでね、私が3歳から13歳まで、10年間、満州におりました。じゃあ、日本で生まれたのね。どこ で鳥取で生まれたんですけどね。鳥取で生まれた。もうそれは覚えてないですね。3歳だからね。それではお父さんが、満州でどういう仕事？農事試験場のね、学者でした。研究者。あら土だとか、肥料などとか、のね、はい、そういう研究をしてましてね。どこの学校？出身は北海道大学なんですけどね。クラーク先生の、はい、そうです後輩、後輩とか、もっと早ければ教わったのにね。満州はね、寒いから、寒いところの農業の研究ができるということで、北大の出身者が多いんですね。あ、そうなの。それで、北海道の、私は、母の親がいる、おじいちゃんおばあちゃんですね。そこに、引き上げました。
それじゃあ、はい、北大の、はい、まあ、先生が研究してるから、うん、満州のツンドラ地帯だ ね、 そうですね、寒いところで、零下何十度というところで、零下ね、私が行ったところでもね、零下30度ですよ。それは寒いですよ。じゃあ学者だったんだ、はい、で、なんていうとこなの。私が行ったところは甲州嶺という町なんですけどね。甲州嶺、はい、甲州っていうのはね、うんうん、中国の秦の皇帝のお嬢さんを孔子というそうです、で孔子がね、うん、モンゴルの方にお嫁に行くときにね病気で亡くなったという伝説があってね、孔子嶺という地名なんですね。あ、そうなの、はい、じゃあそこは、はい、まあ言ってみればインテリが集まってる、インテリが日本がそこ行って、はい、いろいろとね、学者の人が教えて、はいはい、ツンドラ地帯でこういうものができるよう、はい、ああいうものは土の研究もなさって、はい、あ、それではお父さんは、ね、甲州嶺に行ったのね、はい、そこで戦争になっちゃったね、はい、それでね戦争中行ったんだ、うん、終戦後ね、結局暴動があって、うんうん、その農事試験場の設備がもう全部めちゃくちゃになったもんですから、その中国の、軍隊が入った時に、うん、まあ、復興計画を立てなさいということで、日本人が引き上げるときに父だとか、うん、農事試験場の10人ほどの人たちがね、残留を命じられましてね、親たちが帰れなくなっちゃったんです。それで私は7歳の妹と当時12、3歳ですから、うん、まあ、小学校を卒業したばっかりですけれども、うん、それで妹と二人で引き上げたんですよ。あれでしょ、8月9日にはソビエト兵も、はい、ソ連兵も入ってきたでしょ。甲州嶺に入ったのは8月23日なんです。戦後ね、敗戦後、そうです。それでね、もう暴動があってね、うん、日本人が住んでた町がめちゃくちゃになっちゃったんですけどね、まあ私も甲州嶺におりましたので、うん、なんとか、そうですね、なんとか命だけは助かったんですけどね。13歳で。12、3歳ですね。うん、ソ連兵が来て。ソ連兵はね、うん、窓開けたらそこにいるんですよ。大きな。どん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 叩いてね、うん、窓がガラッと開いちゃってね、うん、もうすぐそばにね、うん、入れ墨をしたようなね、もう髪の毛がボーボーでね、うんうん、体中顔もドロンコでね、うんうんうん、そりゃ第一線で入ってくるわけですから、それが窓の外にいて、うん、それでもう私が住んでた家などはもうそのまんま元に戻れないぐらい略奪されました。いや今ね、はい、ね、ロシアの侵攻でね、はいはい、2月24日の、いくら話と似てるっていうか、もうあれとそっくりです、ね、そっくり、はい、ああそうなの。だから今まで日本に帰ってきてから日本は戦争がないと思ってるんですけど、世界中どっかで戦争がありますよね、うんうんうん、ただね、今回だけはね、もう本当に自分の身に起こったようなね、親近感というかね、ガラス窓一枚外にね、ソ連兵がいたんですよね。それだけはもう忘れられないですね。いやいや、抑留生活のね、はい、ここに模型がありますよね。船、はい、の兄貴もね、はい、4年か5年ね、抑留してね、大変でしたよ。それでね、はい、200人ぐらいた仲間がね、はい、30人ぐらいしか残んなかったって、みんな凍死、はい、ね、寒くて、はい、それから餓死だよね、はい、それから病気もあるし、はいはいはい、だから命からがら帰ってきてね、品川駅に帰ってきた時は嬉しかった。じゃあ向こうの生活も大変だったね。冷夏ね、うん、20度30度っていうのはね、うん、寒くてね、毛糸のね、手袋なんかじゃもうダメなんですよ。もちろんそうだね、毛皮のね、手袋じゃないとね、間に合わないぐらい、
だからシベリアは零下50度、零下70度でしたからね、大変だったと思いますよ。零下70度も日本じゃそんな、ね、寒さはわからない、加藤さん、こういうさ、はい、展示物があって、はい、ね、このひろこちゃんがさ、年に何回かここでボランティアでやってるんでしょ、はい、ガイドで、ね、土屋さんは語り部として、あの、ね、資料館で、ね、やってくれ、年に何回かお話されてる。いや、こういう話をね、はい、77年間平和でのんびりと生きて、我々ね、みんな見てもらいたいね。はい、そうですね、ぜひ、新宿住友ビル33階ですんで、ね、ビルのちょっと上の方にあるんですけど、ぜひ来ていただきたいと思います。そうだよね、はい、いや、だけど綺麗だしさ、展示が素晴らしいじゃないですか。あ、これ昭和2000年からやってたのね。そうですね、俺も知らなかったよ、はい、ねえ、ゲーマーに来ることあったのこの37階か8階だったからね、向こう。いやー、よく帰ってきてよかったね、はい、ありがとうございます。なんとか生きてますから、いや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 、まあ本当ね、ひろこちゃんも、はい、北海道大学出たの。あ、そうです、そうです。はい、インテリじゃないの。あ、そう。いやいや、ナイツ、いやいやいや、これがまいちゃん、はい、こういう話なんだよ、うん、いやすごい話ですね、変な話、来年になったらひろこちゃんだって喋れるかどうか分かんないんだからね、うん、いやいやいや、そんなまだまだ今聞いとかないとな、うん、はい、貴重な話だよね、貴重な話ですよね、はい、誰もは、はい、なんか聞きたい曲ある。あ、私ね、うん、札幌に帰りましてからね、うん、ソーラン節をねつまりニシンを食べてましたから、紅白ソーラン節がね、やっぱりね、耳の中にね、残ってるんですよ。あ、やれん、ソーラン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 、あ、そう、あれです、あ、そう、はい、それじゃあ、はい、来年100になるね、はい、90だ、90になるね、ひろこちゃんに送ってあげてくれよ。かしこまりました。それでは聞きください、三橋道也さんのソーラン節です、どうぞ。やさえりょうさあのどっこいしょ、あーどっこいしょ、どっこいしょ。やれんそら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 ん、丘き上げ聞いたか温度、浜に黄金の花が咲くちょい、やさえりょうさあのどこいしょ、あどこいしょ、どこいしょ。宮島道也ソーラン節お聞きいただきました。はい、土屋ひろこさん、はい、いかがでしたでしょうか。はいはいはい、はい、はい、いや、思い出すソーラン節、うん、え、ねえ、うん、あのね、うん、昔はね、冷蔵庫がなかったからね、うん、ニシンを箱で買うんですよ、うん、そうだね、ね、うん、でそれを裂いてね、数の子が入ってれば御の字ね、うそうだね、当たりだ、本当にね、今はニシンは高級魚ですけどね、数の子も、うん、昔はね、ニシンが取れたんですよ、北海道はね、そっか、ニシン御殿なんてあるもんね、あったですからね、だから貧しさとニシンを食べたその喜びというか、うん、親と一緒に魚を焼いたっていうね、うん、思い出がね、私ソーラン節にね詰まってます。他の音楽じゃダメなの、うん、本当に聞くとね、分かる分かる、いや、だけどね、涙が出ます、うん、ひろこちゃんね、はい、もう90の人にひろこちゃんってこと、90のババアなんだけどね、ね、あのね、戦争はね、うん、本当に簡単にやるけど簡単に終わらない、終わらない、よくないね、うん、ね、初めてはダメです、ね、うん、
終わるのは大変なんですから、うん、ね、うん、はい、うん、ということをね、はい、あの心からね、はい、俺たちも言いたいよ、はい、そうですね、わかるかな、ナイツも、はい、いや、お盆こぼの戦争は終わりましたけどね、ね、うん、戦争じゃないから、しっかり伝わってますよ、マムシさん、はい、はい、うん、まあ、皆さんにね、その資料館、うん、ね、はい、もう一回言ってください、場所、はい、平和記念展示資料館は新宿住友ビル33階にあります、はい、ぜひいらしてください、入館、はい、無料です、はい、はい、というわけで、ヨコちゃん風邪ひかないで ね、はい、どうもありがとうございました、皆様ありがとうございました、ありがとうございました。以上ミュージックプレゼント、来月は12月31日大晦日の放送です、まみしさん来月もよろしくお願いします。さあ時刻は10時28分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、うん、ここからは我々ナイツに生で話をしたいリスナーさんと電話をつなぐチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのコーナーです、はい、さあそれでは早速一組目のリスナーの話聞いてみましょう。ラジオネームゆかびーさんです。もしもーし、こんにちは、こんにちは、お願いします。ゆかびーさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。伺いたいんでしょうか。うん、はい、何ですかね。はいはいはい、今日は川崎隆也さんの大ファンです、うん、あ、川崎隆也さん、川崎隆也さん、この番組にも以前ゲストに来てくれた、はい、川崎真代さん、真代さんでもいいですよ、真代さん、真代さんでもいいんですよじゃないです、隆也さんが好きだって言うんだから、ね、うん、今ちょうど前原駅でこの電話取ってまして、あ、新幹線、はい、はいはい、あ、いえ違います、大阪から会食、新会食で来まして、新会食、はい、で今からライブ会場に向かうんですけど、ライブがあるんですか。どこだっけ。はい、そうなんです、年内最後のライブです。なんか、どこでしたっけ、米原って。米原って米原のルッチプラザというところがありまして、うんうん、はい、ま、そちらで米原でライブなんだ、はい、うん、はい、そうです、もうソールドアウトです。え、そうですか、ソールドアウト、はい、ソロコンサートですか、川崎さんの。ソロコンサートです。はい、よく全国行かれるんですか。あ、そうですね。昨日ちょっと、カウントしてみたんですけど、うん、今日で17回生高屋に会ってます。生高屋17回 !17 回、はい、これはすごいですね。何回目が一番良かったですか、はい、そうですね。つい先日、10月にビルボード大阪というところでライブがありまして、うんうんうん、で、一部公演、二部公演とも見たんですけど、うん、もうそちらがもう、かなり近い席で見れて、はい、もう素晴らしかったです。いいですね。いつからハマったんですか。そうですね、昨年、うん、息子が20歳に、の誕生日が6月にありまして、うん、で、その時に、まあ、ギターを始めたっていうので、うん、まあ、高谷、検索したところ、うん、川崎、その時は全然高谷君のこと知らなかったんですけど、うんうんうん、川崎高谷っていう名前が上がってきて、うん、で、CD を買いまして、うん、で、息子にプレゼントしたところ、うん、今時の子は CD を、うん、CD プレイヤー自体を持ってないんです ね、 あ、そうですね。で、それで私に、まあ、母が聞いて、ママが聞いてって感じで戻ってきまして、うん、で、それで私がちょっとも聞いたところ、もうすべて素晴らしくって、うん、で、それでもそこから、やっていなかったインスタ、やっていなかったツイッターも始めて、すごい。はい。で、今に至るという感じです。そうなんです。もともと息子さんにプレゼントする。のがきっかけだったんだ、はい、1年半で17ライブってすごいですね。すごいじゃん、そのペースで。そうなんですね。そうなんです。もう息子よりも会えてます。今までそんなになんかハマった人とかっていらっしゃったんですか。いや、なかったんです。もう本当 初推し活で。本当です。何がこう一番ビビってきたんですかね、川崎隆也さん。ですかね、一番は、うん、まあ、歌が素晴らしいのは分かると思うんですけど、うん、もうトークも出られた時分かると思うんですけど、はいはい、すごく、うん、軽やかにこう、うん、トークとのギャップといいますか、なるほど。で、歌の世界は本当にもう理想的な、うん、もう家庭を大事にして、うん、もうリア充カップルみたいな感じの。でも、さだまさしさんもトークうまいですよ、さだまさしさん。そうですね、そちら目指してるかもしれないです。すごいですよ、それぐらい。はい、そうなんです。そっか、ラジオも聞いていただいたんですね、じゃあやっぱり。そうです、うん、その時のジングル歌っていいですか。え、歌えるんですか。はいはいはい、歌えます。ちょっとお願いします。いいですか、はい、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。完璧だよ。素晴らしい。
そうです、 TBS さんにもすごく、あの高谷くんよく、うん、音楽の日にも出ましたし、もしもイケメンだったら高校生、はい、もしイケメンだらけの高校生だったらで、ね、うん、あの主題歌も歌いましたし、これは、はい、そうです、テレ朝だったと思いますけどね。そうなんです、ね、あとあの武道館、うん、あの花輪さん見に行ったって言われてませんでした、うん、あ、僕行きました、去年の風町ロマンでしょ、ね、はい、松本隆さん、私も行ってまして、そうなんです、すごかったですよね、はい、すごかったです、素晴らしかったです、素晴らしかった、大竹栄一さんの曲ね、そう歌われてましたし、1年半で17公演見に行ってるから、ゆかりさんすごいよ、すごいわ、筋金入りですね、すごい、なんかうちわとか書いちゃったの、たかやとか、あ、うん、あ、あの、うん、そうなんです、うん、あとあの、たかやくん CM もあの出てるの知ってます、何の CM、 あの今出してるのはニベア、あとアフラックも歌ってます、ね、あ、そう、あと、あの全国軽自動車協力連合会というところに、もうそういう曲 CM のタイアップの曲もいっぱい歌ってる、ま、全部告知してくれてますね、あのちょっと注文あの注目してください、すごいな、ぜひ、はい、そのうちユカビーさんの曲も多分作ってくれますよユカビーユカビーユカ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 ビー歌じゃん、ジングルの替え歌、ユカビーのユカビーの大放送大放送であるんだ、大放送です、ありがとうございます、今日もジングル流れますからね、うん、ありがとうございます、ねね、あのいつもね、うん、また遊ぼうねってライブで言ってくれるんですね、なんで、はい、前原のライブで、うん、この後高谷くん前原ライブで遊んでねってもう、このラジオを通して伝えたいです、ちょっと何て言うか分かんないですけど、ね、ありがとうございました、本当に遊んできてください、じゃあ、楽しみ、高谷くんと遊んできてください、たまにはマヨさんも応援してあげてくださいよ、関係ないでしょ、たまにはマヨさんも、はい、どちらかというと花輪さんよりメガネ推しなので土屋さんが、うん、ああ押してます、どっちかというと話は噛み合わないですすいません、ありがとうございます、ありがとうございました、ゆかぴーさん、また電話してきてください、はい、ありがとうございました、一人称のことをマヨだと思ったのかな、わかんないけど、僕も応援してくださいっていうことがなんかもうマヨを襲おうとしたら、ね、俺の一人称マヨじゃないですはい、よかったね、うん、川崎さんのジングル毎週流れてるのありがたい、ね、すごいよね、本当にね、17回はすごいすごいですね、うん、さよりあってね、えゆかぴーさんでした、はい、さあもう一人、はい、今日はねリスナーさん、うん、話聞いてみましょう、ラジオネーム手前板前半人前さんです、もしもーし、あ、もしもし、こんにちは、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、何を聞いてもらいたいんでしょうか、ですね、ミシュランで一つ星を取りました、すごい、おめでとうございます、すごいじゃないですか、ありがとうございます、ミシュランお店をやってるんですか、そうなんです、和食店をやってまして、めちゃめちゃすごいじゃないですか、いや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 、オープン当初からですね、はい、ちょっとナイツさんのラジオシャキシャキを聞かせていただいて、その後ラジオショーが始まるというような感じで、あ、そうです、名前出しちゃいました、大丈夫ですよ日本放送ナイツさんラジオショーのことですね、はい、こっちの方が先に言ってます、大きいながら仕込みをさせていただいたおかげでですね、一つ星を取れたかなと思っておりますので、まあ、そんな初めて言われましたよ、いやいやいや、まあ、それだけじゃないと思います、でも一喜一憂すんな、こっからだぞ森保監督、はいはい、コスタリカ戦気合入れていきましょう、ミシュランの一つ星も一喜一憂しちゃダメなのその、多いですね、和食っていうことでもう長いんですか、お店は、やられ、いや、お店はまだ開けて2年半ぐらい、ちょうどコロナに開けまして、なんかミシュランってそのなんか、はい、覆面でお客さんが来て、その、なんですか、調査員みたいな、すぐ分かるでしょ、覆面かぶってるから、覆面かぶってるわけじゃないでしょ、覆面かぶってたら分かるんですけど、普通の格好でですね、いらっしゃったと思うので、こちらの方では分からないような感じなんで、全然分かんなかったんだ、はい、その外国の方なんですか、日本の方なんですか、全部だから分かんないし、外国の方は、ちょっとオープンしてからいらっしゃってないので、そうなんだ、日本のなんかそういう、もうなんとなくこう、ちょっと分からないようにしてるんだ、あれですか、うん、掲載するみたいな連絡とか来たりするんですか、うん、それはそうですね、掲載が、決定ではないですけど、掲載候補に上がりましたっていう形で、はい、連絡は、素晴らしい、ちょっと前ですね、一月ぐらい前に、はい、そうなんですか、で、はい、正式に乗ったっていうのをじゃあ、そうですね、知った時は呼ばれて、はい、なんかその掲載発表会に呼んでいただきまして、うん、で最終的に発表会みたいな壇上に上がらせていただいてですね、すげえ、反響いかがですか、いやまだちょっと全然、まあ、今も前も
ちょっとガラガラなんで、ぜひ遊びに来てください。どこなんですか、お店は。また、場所だけでも。そうですね、うん、ちょっとまあ、幡ヶ谷というところが近いんですけども。幡ヶ谷ね。はい。わかりました。何が、こう、おすすめの、うん、メニューだったりするんですか。まあ、季節ごとに、なんというか、食べていただきたいものをメインに据えてですね、コース料理でやらせていただいてますね。はい。やっぱり、お米とかもね、やっぱり。はい、そうですね。まあ、お米もこだわってるというか、はい、ある程度、炊き込みご飯にしてお出ししてるので。うわ、美味しそう。美味しそうですね。ちょっとゆっくりコースで食べたいな、はい、ぜひいらしてください。いや、みんなでね、チャキチャキのそれこそ何かね、このお店で、やれれば一番いいですけどね。ぜひいらっしゃってください。ね。いや、本当に行きたいな。いや、本当に、それも夢の一つなので、それが叶ったら私ですか。いや、本当ですよ。本当にもう、ね、聞いてずっとやってた、一人でやってる頃からですね、ナイツさんの声を聞きながらやれてたので、本当にですね、なんか、すいません、途中、加納英子の時とかあって、食材、腐りませんでした、大丈夫でした、食材、いいでしょ、代わりに来てくれた、花田さんが休んだ時とか、代わりに来てくれたんだ、食材腐ったりしなかったですか、すいませんね、言い方しちゃダメです。申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。手前、板前、半人前じゃないじゃないですか。もう一人前じゃないですか。いや、でもまだまだちょっと上を目指してですね、この手前、板前、半人前で、ラジオネームで。すぐ予約取れなくなっちゃう。本当本当。フィルマ大喜利とか、ちょっと送らせてもらってるんですけど、一回も読まれてないので。あ、そうなの？読まれるよ。それは話変わってきますよ。読まれるようにも、はい。包丁触っててください、そんなことやあ、すいません。ミシュラン一つ星は取ったけど、フィルマ大喜利はまだ一回も採用されてない。そうですね、はい、すいません。いや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 、うわぁ、ありがとうございます。はい、必ず行きますので、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。すごいですね。なんか、本当にこういうね、まあお店いっぱいあるんでしょうけどね、なんかこの、嬉しいよね。しながらね、ラジオ聞いているということで。朝早くから仕込みしてるんですねってことだと思いますよね。炊き込みご飯食べて。食べたい。今の季節なんだ、キノコとかかな、なんだろう。あとデミズさんが大好きなお味噌汁も絶対。お味噌汁大好きです。デミズさんといえばね、お味噌汁が大好きです。私のいっぱい具材ただ入れるだけのお味噌汁じゃないやつと飲みたいです。本当に私きちんと取ってるやつ。ミシュラン一つ星のねお味噌汁行きましょう。じゃあ、行きましょう、行きましょう。ありがとうございました。さあ、今日のお二組のように聞いてほしいことがある人は、内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールでご応募ください。アドレスはchaki@tbs.co.jp です。電話をつないだ方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。以上、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてでした。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は TBS ショッピングで一番売れている梅干しが新梅で登場です。うん、味、ボリューム、お値段と三拍子揃った紀州南高梅、はい、羽田市梅干しをお買い得価格でご紹介します。食卓にあると嬉しいものの一つがクエン酸たっぷりの梅干しですよね。本当に美味しいからね。そこで今年もメーカーとの早くから交渉を重ねまして、完熟した美味しい南高梅の新梅をご用意しました。うん、紀州和歌山の南高梅といえば全国的にも有名な高級ブランド梅ですよね。うんうん、でこちらは本場和歌山に工場を持つ梅干し専門店紀州フーズ大谷が手間暇かけて仕上げた梅干しでして、本来ですと木箱に入れられて厳選紀州の梅という名前で売られている贈答用になるんです。超高級品だね、この見るからにね、木箱に入っている高級品という感じですけれども、で今回お届けするのはその羽出しです。樽の底に使っていたため皮が破れたり形が崩れているものも少しあるんですが、南高梅ならではの豊かな風味、上品な香りと酸味、とろけるような果肉の美味しさはまさに贈答用そのものです。そうですよ。でこれ、ね、サイズは 2L から 4L までの大玉を厳選しています。大きい。こんな大きいの？ねえ、口の中いっぱいになりますよね。どこが羽根出しなのかよくわかんないですけどね、これ。ねえ、大玉なので、もう果肉も多くて、皮が薄いので口の中に入れるとこで果肉がとろけて、まろやかな甘みと程よい酸味が口いっぱい。うわー、うま。めちゃくちゃうまいよ。おいしい。あらは程よい酸味。うわ、おいしい。甘みもあって。甘いよ。本当に美味しい。目も覚めるし、なんかこうすっきりしますよね。本当そう。ピッとしますよね。
でこちら塩分はおよそ 8% と控えめな味に仕上げてありますので、しょっぱすぎなくて美味しいんですよね。塩分を気にされている方ですとか、塩辛いのが苦手な方にもおすすめです。もちろん着色料や保存料は一切使用していません。炊きたてのご飯はもちろん、おにぎりやお弁当にも欠かせません。お酒が好きな方には梅サワーもおすすめです。梅サワーいいな。またたっぷりの果肉はお料理にも活躍するんです、うん、で今日はですね、梅茶漬けと、そしてタラの梅肉ホイル焼き、梅肉ホイル焼きは白菜の梅和えをご用意いたしました、うん、茶漬け最高です。やっぱりこれうますぎるでしょ、これ、うん、ホイル焼きいいですか。ミシュラン一つ星ですよこれ、はい、本当に美味しい、食が進みますよね。すげえ食ってるよ。ホイル焼きいいですね、うん、お魚がまたさらにこうなんか高級な料理に変わります。上品に、ね、仕上がりますよね、うん、ではお値段を発表します、うん、紀州南高梅羽田市梅干し新梅は1パック 450g 入りを4パック、うんうん、合計 1.8kg のボリュームセットで、お値段据え置きの税込み4990円、うん、4990円です。だからこんな安いの。そうなんです。そしてさらに倍の合計 3.6kg のセットはさらにお買い得になります、はい、450g 入りが8パックで単品合計価格9980円のところ、1200円引きのとてもお買い得な税込み8780円、8780円です、うん、贈答用は同じ 3.6kg なら3万6000円もする高級品です。羽出しというだけで4分の1以下のお値段です。4分の1以下、うん、あ、素晴らしいですね。いいですね、うん、さらに賞味期間は未開封なら常温で製造日から6ヶ月、うん、小分けパックになっていますので、お裾分けや保存にも便利です。また梅干しを使った料理の簡単レシピもお付けします、うん、ただし数に限りがありますので、お申し込みはお早めに、別途送料を頂戴します。この時期だけの新梅、旬の味覚をご堪能ください、うん、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピング、時刻は10時47分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。ブラジルで25日16歳の男が2つの学校に侵入して銃を乱射する事件があり、3人が死亡しました。逮捕された男は襲撃した1つの学校の元生徒でした。乱射事件が起きたのはブラジル南東部エスピリトサント州の2つの学校で、男はまず自身が今年6月に卒業した州立の学校で銃を乱射し、教師2人が死亡、その後車で同じ地域にある私立学校に移動して再び乱射し、この学校の12歳の女子児童が死亡しました。男は軍警察の父親が所有していた銃2丁を持っていたということです。台湾では統一地方選挙の投票が今日始まりました。再来年1月に予定されている総統選挙の行方に大きく影響するとみられる統一地方選挙ですが、与党民主進歩党が苦戦しています。投票は即日開票されて結果は今夜判明する見通しです。千葉県香取市で鳥インフルエンザ陽性のアイガモが見つかりました。漁に使うために飼っていたアイガモで、昨日までに飼育していた21羽のうち7羽が死んでいるのが確認され、高病原性鳥インフルエンザの遺伝子検査をしたところ陽性が判明したということです。千葉県での発生は今シーズン初めてです。千葉県は感染が確認された施設から半径3キロ圏内を移動制限区域に、半径3キロから10キロ圏内を搬出制限区域に指定しています。それから同僚の車を盗んだとして逮捕された群馬県警の警察官が、この同僚になりすまして偽の印鑑登録証明書を作ったとして再逮捕されました。再逮捕されたのは前橋東署交通課の巡査長池田義文容疑者33歳で、今年9月同じ署に勤務する20代の同僚になりすまして市役所で不正に印鑑登録証明書を作るなどした疑いが持たれています。池田容疑者は今月6日にこの同僚の乗用車を盗んだ疑いで逮捕されていて、盗んだ車を売るために印鑑登録証明書が欲しかった、借金の返済のためにやったなどと供述して容疑を認めているということです。池田容疑者は車を実際に売却していました。
それから訃報です。旧原子力安全委員会の委員長として福島第一原発事故の対応に当たった斑目春樹さんが今月22日に脳梗塞のために亡くなりました。74歳でした。斑目さんは2010年4月に当時の原子力安全委員会の委員長に就任したんですが、翌年3月に発生した福島第一原発の事故では当時の菅直人総理に技術的な助言を行って事故対応に当たりました。で、翌日の事故翌日の菅元総理のヘリコプター視察にも同行しましたが、原子炉建屋の水素爆発を予測できなかったことなどで批判されました。事故の反省から規制組織の在り方が見直されて、2012年9月に原子力規制委員会が発足したことで原子力安全委員会が廃止されて、斑目さんは退任しておりました。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤優。時刻は10時55分です。TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。うん、今日のメールのテーマは、〇〇さんごめんなさい、はいはい、ということです。そうですね。いただいてます。アミーゴ飯歴20年さん。デミズさん、ごめんなさい。はい、夏にチャキチャキテレフォンで、英語嫌いの息子にアドバイスをもらって、はい、ポケモンの英語版の本を買ってあげましたが、全然読んでいません。テストの点数もあまり上がりませんでした。うん、期末テストは頑張らせますので許してください。許してください、うん、許しますよそりゃ、ね、言ってました、なんか覚えてますよ、ちょっといつかお子さんスイッチ入るといいですね。そうだね、確かに、うん、読んでないんだ。ちょっと英語だとさすがにポケモンが好きでも読まなくなっちゃうんだな、うん、ちょっと作戦は難しかった、ね、難しいね、これはね。お父さんが読んでください。勉強して、うん、ラジオネームみんこさんですね。お見合いパーティーでカップルになった人ごめんなさい。初めてお見合いパーティーに参加したと言ったのですが、うんうんうん、実は100回以上参加して、それはダメだ、ごまかしてすいません。パーティー参加歴をごまかしてダメだよ。そっか、やっぱり初めての方がモテるのかな、モテるっていうか、なんかあんまりなんだろう、初々しい感じが印象はやっぱ違うか、うん、その方は女性の方ですか。みんこさんは多分女性の方ですね。あ、じゃあ一橋桐子見たんだな。え、一橋桐子の犯罪日記見たんだ、ドラマ松坂慶子さんのやつでね、はい、あれでなんか、うん、おどおどしてた木村太さんがおどおどしてた方がモテるわよって言ってたね。アドバイスしてたから木村太さんのアドバイスで、うん、ごまかしたのかな、ごまかしたんだ、うん、初めて来たような風に装ったのかもしれない、ね、100回目ともなるとそういう100回以上ってすごい、ね、いないんじゃない、あんまりなかなかね、なかなかいないよね。でももうなんか慣れてる感じにじみ出ちゃってんじゃないですかね。よね、多分ね、ね、もう慣れすぎでしょ。じゃあ実際会った、会ったことある人もいるだろうし、ね、そうだよね、向こうにも100回ぐらい来てる人いたらね、またこの人いるみたいな、ま、たそこでくっついちゃえばいいの。そうだよね、なんでまた来ちゃうんですかね。
さあもう一枚読みましょう。マナロワイヤルさんですね。納豆を食べない歴63年、関西の私はこの方一度も納豆を口にしたことがない、一度も。健康によかろうが誰に何と言われようが納豆を食べないなんて言い続けてきた私ですけど、考えてみたら納豆が嫌いなわけじゃない妻や子供たちにしてみれば迷惑ですよね、妻子供そして納豆にごめんなさい。そうね、なんで食べないんだ一度も。まあまあ食わず嫌いの、食わず嫌いですもんね、やっぱ納豆は匂いから見た目から。そうだよね、なんでネバネバしてんだろうってね、まあ、今さら食べないかも、63年生きてきて食べなかったらね。えなんかちょっと一回食べてみようってならないかね。なんないよ、なんないかな。子供じゃないもん、だってもう63歳だもん。そう、何かに紛れないですからね、あんまり納豆って。そうなんだ、納豆巻きとかでもやっぱり結構主張が強いから、そうだよね。出会いがなかったというね、縁がなかったね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、さあこの後ゲストコーナーです。千葉ロッテマリーンズ安田選手、山口選手。